藤澄香です。今回はぽっこりお腹をキュッと引き締める体操をお伝えします。ぽっこりお腹の原因、それはこの骨盤がありますね。骨盤のこのお股の筋肉です。内臓を下から支えてくれているハンモック状の筋肉、骨盤底筋群と言います。この筋肉が緩んでいることが原因なんです。あともう一つ、この骨盤が傾いて歪んでいる、このことがぽっこりお腹を作っている原因なんですね。なのでその緩んだ骨盤底筋群をキュッと締めること、そして骨盤を整えてあげること、この2つが解決策です。それでは今から3つの動きで説明していきます。では1つ目です。まず仰向けになっていきます。その時足幅は腰幅です。両手は手のひらを上にして真横に伸ばします。はい、では動きの2つ目です。この状態からゆっくり息を吸って、その時に両足のつま先をしっかり立てて、それと同時にお尻の穴もキュッと締めていきます。ではやってみます。そして息が吸い切ったらふーっと息を吐くと同時に全身の力を抜いていきましょう。では早速やっていきます。で吸い切ったら吐きます。脱力です。はい、それでは動きの3つ目です。ゆっくりと両目を閉じて約10秒かけてゆっくりと吸って吐いて呼吸を繰り返します。そして10秒経ちましたらゆっくりと起き上がっていきましょう。はい、10秒経ったらゆっくりと起き上がります。今お伝えした3つの動きを1セットとして、あなたのペースで1日に2回から3回続けてみてくださいね。この動画を繰り返し見ていただき、繰り返しチャレンジ実践していきましょう。この動画が役に立ったという方はぜひ高評価ボタンと、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。